はい、アコギチャンネルです。今回はギター教室と YouTube のどちらで学んだ方が良いかをお話しします。結論から話すと個人によって異なりますというのが答えです。ギター教室に通って上手くなる人もいれば上手くならない人もいます。逆に YouTube で上手くなる人もいれば上手くならない人もいます。僕はギター教室も YouTube もやっているので両方のメリット、デメリットがわかります。なのでギター教室と YouTube のメリットとデメリットの観点からどちらが良いかを説明していきます。この動画を見ると自分はギター教室と YouTube のどちらが向いているのかがわかりますので最後まで見てください。アコギチャンネルではギター初心者がうまく弾けるテクニックや作曲方法、オリジナル曲を配信しています。チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。また東京でギターの個人レッスンをしていますので、ご興味のある方は概要欄のホームページからお問い合わせください。それでは説明します。ギター教室のメリットはこちらになります。短期間で上達する期待が大きい。ギター教室の最大のメリットは短期間でギターが弾ける可能性が大きいことです。個人レッスンでは生徒さんが弾けていない箇所を発見して改善します。弾けるようになる近道を教えるので、ギター教室は上達が早いです。例えば A さんに C コードを教えたとき、1弦が鳴りませんでした。A さんの左手を観察したら、手のひらが1弦に当たっていたので、ネックから手のひらを離しましょうとアドバイスしたら、1弦が鳴るようになりました。このように生徒さんの弾けない原因を発見して改善します。ただし、このアドバイスを自宅で復習して身につけないと弾けるようになりませんのでご注意ください。レッスンでテクニックを教えますが、そのテクニックを習得するためには復習が必要です。なので、復習を前提としたギター教室は短期間で上達できると言えます。もし短期間でギターを習得したい人は、ギター教室をお勧めします。悪い箇所を改善できる。先ほど話したように、ギター教室では生徒さんがうまく弾けない悪い箇所を発見して改善します。独学の場合、自分の悪い箇所に気づけないかもしれません。気づいたとしても長く時間が経過しているかもしれません。なのでギター教室で自分の実力を客観的に見てもらい、悪い箇所をすぐに改善してもらいたい人はギター教室をお勧めします。個人の得意不得意に合わせたテクニックを学べる。個人によって得意不得意は異なります。一般的に難しいと言われるテクニックはできるのに、簡単なテクニックはできない人もいます。例えば F コードは弾けるのに C コードは弾けない生徒さんや、難しいアルペジオはできるのに簡単なストロークができないなど、いろんなタイプの生徒さんがいらっしゃいます。このように個人によって得意不得意は異なります。ギター教室は一般的なテクニックを教えるだけでなく、生徒さんの得意不得意を見極めて総合的にテクニックを教えます。なので自分の得意不得意に合わせて教えてもらいたい人はギター教室をお勧めします。ギター教室のデメリットはこちらになります。月謝代が必要。ギター教室は有料です。僕の個人レッスンは1回4000円で週1なので月謝代は1万6000円から2万円かかります。なのでバイトをしている学生さんや社会人など経済的に余裕のある人はギター教室をお勧めします。レッスン場に通う手間暇が必要。ギター教室はレッスン場に行くための労力、時間が必要です。また自宅からレッスン場まで遠い人は交通費も必要になります。ギターレッスンのある日は1時間のレッスン時間に加えて自宅での準備時間、自宅とレッスン場の往復時間など全て合わせて2時間くらい必要になります。なので1日に2時間くらい余裕のある日を持っている人はギター教室をお勧めします。レッスン日時が決まっている。ギター教室はレッスン日と時間があらかじめ決まっています。なのでレッスン日を確保できる人はギター教室をお勧めします。ちなみに僕の個人レッスンでは A さんは毎週火曜日の18時半から19時半まで、B さんは毎週水曜日の18時半から19時半までと日時が決まっています。ただし学校の試験期間や仕事などでお休みする場合、代替レッスンを行っていますので、月謝代が無駄になることはありません。レッスンの復習が必要。早く上達するためには、レッスンした内容を自宅で復習することが必要です。
なので復習できる時間の余裕や意欲のある人はギター教室をおすすめします。ちなみに僕の個人レッスンでは前回のレッスンの復習をしてこなかった場合、当日のレッスンで復習します。生徒さんは勉強や仕事などで忙しい場合もあるので、復習をしなかったからといって注意したりすることはありません。ただし復習をしないと上達が遅くなりますので、1日に10分でも良いので復習することをお勧めします。 YouTube のメリットはこちらになります。無料で練習できる。 YouTube の最大のメリットは無料で学べることです。ギター教室は月に1万円から2万円かかるので、無料でギターを学べる YouTube は魅力的です。たくさんのギターチャンネルがあるので、自分が知りたいテクニックの動画を見て練習でき、とても便利です。ただしどの動画の情報が有効なのかを見極める労力が必要になります。例えば F コードの押さえ方についてたくさんの動画がありますが、その内容も異なります。なので有効でない動画を見て練習すると時間の無駄になってしまう可能性があります。このような注意点もありますが、無料で学べるのは大きな魅力です。バイトをしていない学生さんや経済的に余裕がない人に YouTube はおすすめです。マイペースで練習できる。 YouTube は自分のペースに合わせて練習できます。ギター教室は先生の指示に従って練習しますが、YouTube は自分の好きなペースで練習できます。誰からの指示も受けず、マイペースで練習したい人に YouTube はおすすめです。自宅で練習できる。YouTube は自宅や好きな場所で動画を見ながら練習できます。ギター教室の場合、ギター教室のレッスン場まで行かなければなりません。近隣にギター教室がない人や自宅で練習したい人に YouTube はおすすめです。好きな日時に練習できる。YouTube は自分の好きな時間に練習できます。ギター教室はレッスンの日時があらかじめ決まっています。なので学校や会社で忙しい人や自分の好きな時間に練習したい人に YouTube はおすすめです。好きな内容を練習できる。YouTube は自分で学びたい内容を選んで練習できます。ギター教室はギターテクニックを相対的に練習します。なので自分の好きな内容だけを手っ取り早く学びたい人に YouTube はおすすめです。YouTube のデメリットはこちらになります。短期間で上達する保証がない。YouTube は独学なのですぐに上達できるかどうか確かではありません。ギター教室では先生が客観的に生徒さんの実力を判断し、必要なテクニックをアドバイスすることで上達します。YouTube では主観的に自分の実力を判断しなくてはならないので、うまく弾けていなくてもうまく弾けていると誤って判断してしまう可能性があります。そのような状況が続くとうまく弾けない理由が自分でわからないので、一向に上達しません。自分の実力を客観的に判断できる人は YouTube で良いですが、判断できない人はギター教室が良いと思います。悪い癖に気づかない可能性がある。ギター初心者が自分の悪い癖に気づくのは難しいです。自己流で身についた悪い癖を修正するのは大変です。また悪い癖が原因でうまく弾けないという場合もあります。以前ギター教室の無料相談で自己流で練習してきた人の演奏を聞いたことがあるのですが、悪い癖が多く見受けられました。一度身についた悪い癖を修正するのは大変なので、悪い癖を初めから身につけたくない人はギター教室が良いと思います。個人の得意不得意に合わせたテクニックを学べない。 YouTube は一般的なテクニックを一方的に教えます。例えばコードの押さえ方やストロークなどの一般的なテクニックを教えます。ギター教室は一般的なテクニックだけでなく、生徒さんが弾いている姿を見てうまく弾けない原因を発見してテクニックを総合的に教えます。例えば F コードは押さえられるけど6弦が鳴らない場合、人差し指をもう少し早く押さえましょうとアドバイスします。このようにギター教室では生徒さんの特徴に合わせて教えます。先ほど話したように自分でうまく弾けない原因に気づくのは難しいです。弾けない原因がわからないと一向に上達しません。なので自分で弾けない原因を見つけられない人はギター教室、見つけられる人は YouTube で良いと思います。まとめです。
ギター教室は一般的なテクニックに加えて、生徒さんの特徴に合わせたテクニックを総合的に教えます。一般的なテクニックと自分の特徴に合わせたテクニックを短期間で習得したい方は、ギター教室が向いていると思います。YouTube は一般的なテクニックを万人に向けて一方的に教えます。なので YouTube で一般的なテクニックを習得して、そのテクニックを自分で試行錯誤して応用できる方は YouTube が向いていると思います。それではこれで終わりにします。この動画が役に立ったと感じましたら、高評価、チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。あなたもアコギチャンネルの仲間になって一緒にギターや作曲を頑張っていきましょう。ご視聴どうもありがとうございました。